どうも、メタです。パーサー帰っていきたいと思います。で、今回は、前回ですね。前回じゃないけど、前の動画で、ネモさんのサクセスが終わってからの査定ぶりとなっております。そうですね。どういう感じで、ベタさんの選手の査定と合わせていくか、まだ検討中なんですけど、サクセス終わったばっかで僕の。ただ、まあ、対決動画の査定ぶりは、皆さんに楽しみを取っておくという意味でもね、別撮りして、まあどうにかしようかなという感じで考えています。はい。でこれ9000点やばいね。やばい、本当にやばい。やばいね。やばいしか出ない。だからこれちょっとこの動画見る前にぜひMFI のネモさんのサクセスを見てもらえると、うん、9000点出てるのにまさかの失敗してるんで。あれは本当に失敗っていうかポカ、うん、ポカ、本当にポカ。まあ俺の責任若干あったかもしれないけど、まあそれ本当にこの動画見る前にそれだけは見てください。俺の動画なんか見なくていいんで最悪。まだ撮ってないですけど見なくていいんで。確かに凄まじかったね。 MFI はこれだって感じだったね。そうですね、これしかないって、成果は超えるなら MFI みたいな感じで、うん、で対決動画なんですけど、もう僕査定売りとかできないのでベタ先生に全てを一任します。これはさすがに試合と、査定売りは自分がやるので、うん、はい、やっていきます。成果のコーチにお任せと一緒だね。そう、ベタにお任せ、ベタにお任せ。だって俺仕事中に今いつかって言って俺査定売りしてくださいって呼び出されましたからね。これマジで今ちょっとミラティブやってるんですけど、ちょっと査定ぶりいいっすかって言われて、え、俺仕事中なんだけどって言って事務所出た覚えがあります。半端ないね、本当に。一言。いや、さすがにセク4で野良店来た子だから、うん、言ってあげないとかわいそうかなと思って、うん、育成完了していいっすか。うん、いいよ別に。いや、やめとこう。さすがにこれはやばい。ちょっとまあパッと振りますね。うん。でベタさんが振ってる間に、まあそうですね、やっぱりこう遠方に住んでるんで、一緒にこうまあ泊まり込みで、今も泊まり込みで、今12時1時前か、すごいね。本当ね。気合入ってるよね、本当に。泊まり込みで一緒に撮れるってことがあんまりないので、やっぱりこういう時はいろんなね、コラボ動画というか、そう、まあ一緒にチャンネルもしてるので、いろんな動画撮れていけたらなというブレストをしてて、ブレスト、まあブレインストーミングをしてて、でその時に、まあ、ちょっとドラフトやろうかっていうところから、サクセスやろうかって話になって、で、ドラフト取って、で、コンビニ行って、サクセスして、今、うわー !9000 点出た!1 時っていう現状。本当に。そうそうそう。ちなみに、俺これ、マンオブザマッチっていう、大事な時にやってますからね。うん、半端ないよね。さすが1位の余裕だよね。いや、俺、まあ今のところ1位だけど、抜かれたらどうしようって思ってます、うん、今。精神やばくない？大丈夫？いや、全然技術を履こうと思ったらこれぐらいしないといけないんで、うん、筋力はちょっとどうにかして履きます。うん。いや、これ、いいね。すごいよね。コツもだって割と取れてるよね。そう。取れてる。意外と取れてる。取れてる。これ強いんじゃない？普通に強い。はあ。95、28、78。どうすかな、筋力はもう触れないんだよな、うん、だってディフェンス20、キック20でここまでいってますからね。うん、そうだね。で筋力はもうしょうがないかな。うん、いいよ任せよ。うん、これはこれで終わりかな、うん、あとはキックって終わりかな。ベタさんの力があったらこの筋力を敏捷に回すとかできるんだよ。いや、そこまでいったら、すいません、クソついていいですか。俺チートになるんですから。それ多分バンされちゃいます。あ、なるほどね、なるほどね。これでいきましょうか。はいはい。さあ、これはもうここから任せますよ。はい。いやー、査定ぶり終わりましたね。本当にこれ僕がすげえ頑張ったわ。え？毎回言いますけど、え？これやりたいだけだから皆さん気にしないでください。はい、ということで一応できました。選手能力が90、21、31、90、90、65。結構いってる気がするけどね。そう、どうする？これで見れるのかな？こっち？え？なんか全体のって見れない。見えない見えない。後で見える。あ、そうなんだ。査定ぶり、査定が出てから見える。うん。どれくらい？予想。SSS 乗った。乗った？乗った。自信満々に？いや、ちょっと怖い。いや、乗ってないかもしんないけど。どうなんだろう。なんか成果のやつだとさ、キックとさ、スタミナも S にしてさ、そう。結構ギリじゃなかった僕。そう。え、でも、成果金6。ああ、そっか、そっか、そっか。金と結構増えてんのか。金7で、
コツってあれどれぐらい取ってたっけ、成果のやつって。覚えてないや、覚えてない、全然覚えてない。でも結構いってるよね。そう、ボランティアあるから結構取れてるはずなんですよ、うん、テクニックも超過したし、意外とあのメッシがいい感じにくれてるし、アレンも意外いい感じにくれてるし、うん、そっか、アレンいけてたらな、9100?200 ぐらいはいけてた、下手したらいけてたと思う。はい、300ぐらいいったんじゃないかな、9300。どうだ、うわー、そうか、やっぱマジか、やっぱアレンか、ドライブシュートで SSS って感じか。そうっすね。え、4メモリぐらいあるの、あれ。え、あれ10メモリですよ。あ、10メモリなんだ。そう、じゃあさすがにいったね、解くのを削っても。これすごいね。これすごいね。だいぶいいんじゃない。でも、いや、あの、この後俺の動画撮るんですよ。で、さっき深夜って言ったじゃないですか。深夜今12時50分。やばいな。いやー、これベタさんが、あえてね、あえてね、僕がね、あの、ハンデですよ、ハンデ。ハンデでミスってあげたんですよ。いや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 、これはきついぞ。さあ、この後ベタさんの結果発表がおそらくつながるか別動画になるか分かりませんが、皆さんはぜひお楽しみにください。はい、多分つなげるんでこのまま終わりましょうか。はい、はい、はい、ベタの方の査定ぶりをしていきたいと思います。んこれな、僕はなんか半分寝てる時何が起きてたの。とりあえず金八成功して、3タックが2回起こりましたね。マジで。あのデッキで金髪成功してんの。そう、凄まじいね。確定デッキじゃないけど、まあ金髪なんとかなんとか成功させました。これは凄まじそう。マジで試行回数重ねてないけどいけたからよかったよ。うん、はい、では査定ぶりいきたいと思います。はい、ワンチャン SSS 乗ります。すげえな、急に。これはなかなか。コツ状況はいかがですか。コツは結構来てるはず。ファーストゴール取ったらこれ死んじゃうな。いや、ファーストゴール欲しいんだよな。となるとこれもう振るものなくなっちゃうからダメなんだよな。結構なピン食いだね。うん、ピン食がちょっと食われて、ちょっとやっぱり相原じゃないから、うん、やっぱピン食きついんですよね。なるほどね。相原じゃない分ちょっと便乗稼げてないかなとは思っているのですが、技術がただあまりと、技術がただあまり、技術ね。まあ3人タック2回しよう、さすがに、さすがにって感じだね。うん、さすがにやばい。いやー、こうかな。いや、突破力とフィジカルの、技術使いたい、技術を使いたい、技術がただあまりだ。いや、筋力もう1ランク上げれるぞ。筋力ちょっとあれば、シュートレンジは外せないし、危機察知は外せない、意外性外そうで、ここでオフェンスを1上げよう。これで、あとは闘争心、闘争心、あ、闘争心だな。で、あっと触れるものがないんだよな。あと、もう一個司令塔があったら完璧だ。そう、もう一個、でもあれ精神80だから、ああ、そっか、ちょっと違う。まあ、なかなか触れてるのではないかな。おい、いい感じでこれはいけたのかな。ファーストゴールが取りたかったけどな。やっぱり相原偉大っすね。うん、相原偉大だね。マジで相原偉大。相原の強さがよく分かりましたよ、本当に。今回印象が足らないもん。はい、ではこれでいきたいと思います。はい、予想は SSS 超えましたね。やべえ、さすがに SSS 星は無理だから、うん、予想は SSS で、ネモさん確か194のはずなの。うん、はい、23くらいかな。うん、でも2023、どうしよう、顔はこのままでいくか、石造りに行きます。うんうん、この
いいよいいよ、大丈夫大丈夫。じゃあこのままで、うん、はい、行きたいと思います。どうでしょう、来るか SSS 来るかな。あれあれマジか、いやいや、あと1個か、マジか。これ SSS 行ったと思ったんだけどな。行かないんだこれで。これは厳しいとこなんですよ。これはやっぱり金属査定、金属査定ですね。あ、まあでもいつもアレンとあれだから、まあそんなに変わらないですよね。うん、金属査定も変わらないし、まあ、うん、アレンの方がちょっといいから、まあその分あれなんですけど、うん、やっぱり相原で経験点が稼げてないのが痛いですよね。そう、ユールはここ決定力1で掴んでるし、うん、アレンはね、じゃあアレンじゃない、相原は骸骨があるで、 MFI は、うん、だから結構取りやすいんですよね。なるほど、ね、なのでこんな感じになっております。で、まあ徳能はこれぐらい、金髪で、うん、金髪だよな、金髪、はい、こんな感じです。俺の勝ちでいいですか。負けた。いやでもなんやかんや言うて、あのバルサーコラボで、うん、今経験点がオール20が1回とオール10が1回上がっちゃってるんですよ。なので多少俺の方が有利だったのは有利だった、うん、でも結局ネモさん、アレン成功してたら俺負けてましたよ、うん、まあそうだね。そう、アレンをあれちゃんと全部折って敏捷とか他の経験点ももらって、うん、多分余るんで、なんだドライブシュート振ってもあの経験点だけで、うん、だから実質ネモさんのは勝ってた、ミスらなければ、うん、そうだね、ミスらなければすごいいいサクセスだったからネモさんも。クソ、めっちゃ悔しいわ。でも俺ら両方とも金徳結構成功してません、うん、そうだね、頑張ったね。そうっすよね、うん、俺も金八、まさかのこの不確定デッキで金八いけたし、ネモ、うん、さんの方はまあ確定多かったけど経験点が確定の割には多すぎた。そうだね、だって3タック踏んでなかったよね。踏んでない。ダブルは結構踏んでましたけど、ダブルは結構踏んでた。いやそれがねちょっと、あのデッキパワーあるなぁと思いました。うん、いやこれすげえわ。さすが、いい勝負になりましたね。さすが1負けました。あざす。まあ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 、うん、まあ MFI は久しぶりにやったけど、まだボランティアができてたんで、うん、やり方も大体分かってたから、うん、まあ、うん、ちょっとできれば SSS 載せたかったっすね、かっこよく、うん、でもちょっと申し訳ないっす、 SS 星3つでした。うん、またそれはね、そう、まあまあガチデッキでね、ガチデッキで、うん、ちょっとまあいつか公開できたらなと思っております、うん、SSS の方は。はい、いやー、ハンデもらって負けました皆さん、悔しいもう眠たさ限界みたいなうん、ちょっとずつなんか起きてきたけど、ね、眠い、うん、もうお疲れですかね。はーい、はい、じゃあまあ今回の、まあ、対決会はこれで終わりということで、また別の対決会とかやってきます、うん、なんかいろいろね、あのパワーサカだけに限らずパワープロも、まあ、俺が操作できるかって言ったら微妙だけど、うん、でまたそういう戦いも2人でできて いけたらいいなと思っておりますので、またぜひぜひ見てください。はい、ではご視聴ありがとうございました。またお願いしますね。はーい。はーい、お疲れ様でーす。